日常や現実になってしまうとそこに恋のモードが消えちゃって恋愛感情がなくなっちゃう。うん、恋のモードってでもその期間がありますよね。ずっとは無理ですよね、恋のモードが。でもその例えばその付き合いが長くなってもずっとそのラブラブでいるためにはあえてこの非日常や非現実を作らないとダメなんですよ。うん、ゴミ出しっていけないんですか？女の人がやってる方がなんかえってなんないですか？女の方がしているのは、うん、を見ると引いちゃうので、それも見せてほしくない。知らないうちに片付いてるけど変なの。いやこれはだから単にまだ恋の段階なんだよ。ああそっか、4つあるんで、うん、でも 恋においてはそういうゴミ出しとかはもう現実っぽくて嫌なんですよ、うん、あの生活感とか。ああまあそう、わかります、わかります、はい、知らないのに。まあそうです、ポテトサラダとかが買ってきたやつが半分だけ食べて残りが冷蔵庫に入ってたりするともうちょっと引いちゃうというか、日常じゃんそれっていう。まあ、それはもう一個の結婚相手としても欲で生きてくるんだけど、そうだから結婚に向いてる女性と恋愛に向いてる女性が違ったりするんだけど、とにかくこの非日常と非現実がを演出できないとモテないというか、あるいは男性が冷めてしまったりするということですね。あとキャバクラのような場所っていうのは一部の男性に好まれるのも、あるいは不倫に逃げる男性がいるのも、日常や現実から逃げ出して非日常非現実のある場所で恋をするためだと。次行きましょうか。あと幸せにできそう感っていうのが重要ですね。俺ができそうですか？そう、俺が彼女を幸せにできる。わかりますかね。じゃあこれってその次のとちょっと被りますよね。次っていうとこの6番の6番のね、手に入ってる、はい、かぶります？なんだろう、絶対無理みたいな、お礼には無理みたいな、はいはいはい、高嶺の花になりすぎてしまうと。確かに、その通りですね。つまりまず幸せにできそうかというと、はいはい、毎日は充実していて男性を必要としていない女性っていうのに男性が恋をしない。もう一回言ってください。あ、いいですよ。毎日が充実していて、はい、もう毎日充実してる仕事とか、はい、もうスケジュール全部待ってて、男性を必要としていない女性に男性は恋をしない、はい、逆に男性に依存しすぎたりしていて、うん、彼の負担が大きくなるとその女性を恋する相手として見られなくなる、この微妙なラインですよね。そう、でもどっちかに行っちゃうんですよね。そうすると幸せに、なんかよく別れる言葉であるのが、俺は君を幸せにできないと思うみたいなこと言って別れたりするんですけど、そこに女性らしさを感じなくなるんですね。次いいですか？はい、次は先ほど愛さんがおっしゃられた手に入りそうで入らない距離、はい、これはもうね、僕の発見の一番大きなものですよね。例えば興味のなかった女性がお酒に酔っ払って肩にもたれてきたりすると、手に入らないなと思っていたら手に入りそうになったりして恋は始まったりする、あるいはその彼女に尽くされすぎていて冷めていた男性が彼女が尽くすのをやめた途端再び恋心を持つようになる。こういう時に生まれるキュンという感情はまた待てる、そう、これは恋ですね、はい、これはその手に入りそうに入らない距離が作り出す恋愛感情で、相手に女性らしさを感じちゃう。だからツンツンとしたそのなんか女性は手に入らないって感じがしたりとか、あるいは遠距離っていうだけでもう切っちゃったりする人もいるんですよ、その女性をね、いらないって言って、それも手に入らないからなんです、面倒くさいというか。でも博士の本で遠距離が自然とこれになるからいいっていう場合もある。これって何ですか？手に入りそうで入らない距離を自然とできているから、プラスになる時もあるって書いてあるのがあります。そうですね、うん、手に入りそうで入れない距離っていうのは心の中の距離なんですよ。で、付き合っていて、例えば北海道と東京みたいに遠距離になると、でその時に一番起きがちなことは彼女の方が不安で死ぬほど連絡してくるみたいなことがあるんですけど、そうすると俺のこと好きだなと思っちゃって、で手に入った距離になって離れちゃうってことがよくあるんですよ。一方で、北海道と東京でさえ、彼女から連絡が来なくなる、
と最初のうちはなんかこう惹かれるんですよ、うん、あれ何してるか分かんない彼女が、うん、で その距離っていうのは難しくて、例えば、論文の淳っているじゃないですか、はい、ね、論文の淳が書いてた本を読んだことがあるんですけど、はい、恋愛についての本を、はい、俺は遠距離恋愛する人間を信じられないと、遠距離だと会えないじゃんとか言ってるんですよ、うん、でも彼は、最近結婚したんですけど、うん、数年前に結婚したんですけど、はい、その相手は、連絡が取れなくなって、しかもあの淳が電話したら音信不通って、しかもその友達に言ったらその子はもう結婚しましたって言われたんですよ、うん、そしたら本気になったんですよ、うん、彼の言ってることは矛盾してるわけですよ。分かりますか？分かります。だからすごく価値が高いと感じた女性がバーンと離れると、手に入りそうで離れない距離が生まれたりとか、うん、かつてこれまでの淳が付き合ってきた女性たちはもうそれ以上の距離離れたらもうどうでもいいんでしょう、うん、価値と距離ってのはやっぱり関係してるんですよ、うん、でここでは今価値について話していて、うん、で価値が距離と関係してるってここはこの6番に書いてあるんですよ、はい、複雑ですね、大丈夫かな、うんうん、まあ、とにかくこの6つ、今6個言ったんですけど、はい、つまり美しい顔とスタイルの良い体、2番が若さと健康、3番が女性らしさ、4番が非日常と非現実、5番が幸せにできそう感、6番が手に入りそうで入らない距離、手に入りそうで入らない距離、はい、この6つがこう織り交ざって女性の魅力ができているっていう、性的な魅力がね、うん、でどれかが大きく欠けていると魅力がなくなったりする。例えば年齢が高くなることによってもしかしたら手に入りそうで入らないか、この何だろう、これまでは魅力が高い人は、すごくツンツンしてもモテちゃうんで、そのままツンツンし続けると急に浮いちゃったりするんですよ、うん、でそうすると今度はこう帰ってこう飲んでる時に隣の席に座って、ね、そろそろなんか次のオーダーしようよとこう肘を自分の男性のこう、ね、脇とかにコンコンとやってくるのが、かえって手に分かるかな、女性らしさを作るみたいな、そういうさじ加減で、性的な魅力を作り出すということは重要になるということですね。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、あ、じゃあメッセージですね。はい、はい、風の旅人さん、はい、お願いします。博士にルールズを語る新アシスタント、それをしかめっ面をして聞いている博士、新鮮で面白い。はい、ここにね、これどうですかねこの間のそうそう、これありがたいのは、この 風の旅人さんがよくわからない放送にも関わらず弾いてくださってありがとうございます、うん、ありがとうございます。これは多分何だろう、僕思ったのが、今回話してて思ったのが、はい、アイさんが、はい、話をこう引きずり込んでくってるじゃないかなみたいな。あ、そうですか。なんか、はい、ゆるふわな感じって、はい、そのものに対して、はい、そんなに触らないというか、ああ、触っちゃうんですよね、私。そうそうそう、触るところはこうギュッギュッ、こねくり回してこうなんかそのためこうなんか この視聴者を、いや、いいんですけどね、 OK ですけど、はい、視聴者を置いていきながら、はい、ここでのなんかこうガモッとガーってなっちゃう、そうそうそう、そこで僕はしかめ面をしてたんだよな、これ引き込まれてる時の歪んだ顔みたいなじゃあ次行きましょう。はい、同じく風の旅人さん、博士まだ髪立ってるよ、後ろ同じとこ。これはね、これはどういうことを表現してるかというと、はい、風の旅人さんは多分、動画を見ながらコメントしてるんでしょうね、はい、このなんか博士また髪立ってる後ろ同じとこっていう五七五みたいな、はい、この短い詩の中に、なんかこう僕は今動画を見ながら気になったところをコメントしてますみたいな行間が読めますよね。うん、髪立ってますよこれ今。私のここからの目線では立ってないです。こっちか、おそらく。あ、後ろだから、まあ、面倒くさいんですよね、髪がいろいろ、うんうん、でもこれありがたいですよ。じゃあ次行きましょうか。はい、ようちんさん、前回の番組で新しいアシスタントさんについて博士がアシスタントはもう決まっちゃったと言ったら交代でやればいいじゃないですかと言われたみたいな感じに言ってたので、すごい気の強いアシスタントさんなのかと不安でしたが、そうではなかったようで安心しましたでも交代であればいいじゃないですかって言った覚えはあります？そうですね、あの強いお
募集は何なんですか。博士が、いや、ついこの間決まっちゃってって言って、その前決まってなく、私が見た時まだ決まってないところだったんで、その募集が、はい、で、確かに普通あの月に1回とか年に1回とかだったら、はい、あれですけど、毎週って言ってたから、確かに、あ、だから交代でやればいいじゃないですか。いいかなと思って。わかりました。はい。いや、でも多くの人はそこで諦めちゃうんですよ、はい、それ悪いって言うんじゃなくて、はい、あ、そうなんですね、決まっちゃったんですねって言うんですけど、はい、僕一部の人はあのこういうふうに一個押してくるんですよね、うん、これは何の違いがあるのかなと思ってて、え、そうしたらいろんなものを勝ち取っていく気もするんですよ。あ、いや、もうあの例えばあのもうあの、お店おしまいなんで今日帰ってください、いや一人くらい大丈夫でしょって言って入っていっちゃう人、うん、あなたはです。いや、まあ、でもその人って特殊性じゃないかなっていうか。そうですか。ね、普段もそうなんですか。そうですね。それで、いや、もう絶対に一人なんだアシスタントはって言ったら、あ、そうですかって全然普通に言ったり。確かにそうですね。そこを一提案として、そうですね、いや、その提案ができるのが運を掴む人かもなと思って。ああ、そうですかね。そうそう、意外となんかあの僕そのカモメンタルっていう、はい、お笑い芸人が好きなんですけど、はい、そこはあの毎年夏に劇団カモメンタルっていうのをやってるんですよ。それは、はい、カモメンタル2人なんですけど、はい、それ以外4人ぐらいの劇団を、はい、一般から募集してで、やるみたいな、うん、でその時に、縛りが10年以上の芸歴があるみたいな、うん、4年か分かんないけど、そしたらある一人が、いや、僕やる気あるんで、あの芸歴っていう劇団のその経験はあんまりないんですけど頑張りますって言ったら合格してるんですよ、うん、これですよね。ああ、そうそう、合格しちゃうんですよね、うん、ちょっとこれは勉強になったなと思って。あ、はい、一応ね、あの、なんだろう、じゃあどこまでやりたいかって、もうそれでやりたいから言うだけというか、うん、うん、なるほど、そう、それですぐ、あ、じゃあいいですっていうだったらそんなやりたい、でもそこでもう一回押したりしないんですか。いやいや、もう決まってるんで、いや、でもみたいな。ああ、2回目ぐらいですかね、2回ぐらい言う、うん、そう、でももうって言ったら、あ、じゃあ分かりましたって言います。分かりました。なるほど。いや、それは別に悪いことじゃなくて勉強になったなと思って。うん、次いきますか。はい、質問コーナー。はい、質問コーナー。神さん、はい、博士に質問です。同時進行でいろんな人と付き合っていくとき、他の男の影は全く似合わせない方がいいのですか。はい、そうなると SNS ができなくなります、うん、それともそれを見て相手は焦るものなのでしょうか。自然に任すべきなのですか。安っぽい駆け引きは逆効果と本にありましたが、ライバルがいると燃えるような感じにも見えます。博士の見解をお聞きしたいです。どう思います。すごくわかります。わかる。どうします。でもその僕これについて書いたことは時々あるんですけど。ああ、そうなんですか、うん、なんかでも相手とかにもよるんじゃないですか、うん、そのさっき の、うん、あの遠距離恋愛でやめちゃう人と、はい、そこを価値というか確かに捉える人みたいに。じゃあ相手が分かんない時は、相手によるっていうのを駆け引いて、うん、あの相手が 100% 分かってる時ってむしろ少なくて、はい、特にこの片思いの場合は分からないことが多いですよ。その時はどうします。はい、OK、 早すぎる。 OK、 大丈夫です。というのも、はい、僕がいつも言ってるのは、同じネットワークでは一人しか狙うなって言ってるんですよね。あ、うん、そうしないと両方とも失ってしまうかもしれないと。ですので同時進行でいろんな人を進めろって僕はいつも言ってるんだけど、それはみんな違うネットワークで進めるべき。同時進行でいろんな人と進めろ、あの婚活とか、ああこの人だけじゃなくて、そうそうそう、だって付き合ってたらそれは一人にすべきですけど、この場合は付き合ってなくて、これはこの同時進行でいろんな人と付き合っていくときって書いてあるけれども、うん、まあまだ浅いってことですよね。実際にそう、実際には、ある一人の男性を、この神さんの場合は捕まえて、そしてその人と結婚するっていうのがゴールなんですけど、うんうんうん、その場合は、体の関係を持つっていうと話が変わるんだけど、体の関係を持つ前は、
いろんな人に同一進行で恋人候補、結婚相手候補を作っておきましょうと、うん、でその時は同じネットワーク、つまりお互いが、その男性同士が知らないようなネットワークで、はい、一つのネットワークに一人、一つのネットワークに一人みたいな、例えば職場で一人、なんとかサークルで一人みたいにしなくてはいけないと僕は言っていると、はい、でしかもありがちなことで、はい、自分が行きつけの飲み屋さんとかにその違うネットワークの男性をそれぞれ連れて行くのも僕は賛成しない。分かるんですか？あの自分が好きなカフェとかだと A さんを連れて行ったりとか、でまた別の時に B さんを連れて行ったりすることがあるんだけど、あのそれはつながる可能性があるんで、決してこうつなげてはいけないと。でさらにきちんと付き合ったら他は切った方がいい、切った方がいいっていうか、うん、他はもう努力をやめた方がいい、うんうん、ということですけど、どうでしょう。はい、よし次行こうじゃなくて、はい、いいですよね。いいですね。よし、でハラスメントのコーナーですね。はい、ハラスメントのコーナーも神さん、ありがたい、うんうん、ハラスメントのコーナー、鮭のハラスメント、かっこダジャレ思いついちゃった。これどう思いますか？うん、私これ読んだんですよ、あの、はい、あれ SNS で、ね、SNS 内で読んで、正直言ってますよ、あ、うん、最初に2回読みました。2回読んだ、そう、なるほど。それで薬と笑いました。わざった、はい、おー OK ですね。こういうのが私そのこの間ハラスメントのコーナーここでやってた時に、うんうん、全然頭に思いつかなかったから、うん、あ、こういうのもあるんだなって思いました。なるほど、こういうのというのは鮭のハラスメント、あ、ダジャレもありなんだ。そう、ダジャレ、うん、ダジャレ、僕ダジャレハラスメントという考えたんですけど、あ、はい、あ、まあ、ダジャレってこの神様は置いといて、はい、結構難しいですよね。ダジャレ言って受けることあります？あんまりないですよ ね、 ね、ダジャレ言ったら大抵ムカつきますよね。なんか、うん、しかもダジャレ言う人ってなんかいっぱい言うんですよ。いっぱい言う、そう、いっぱい言うんですよね。あ、言うそういう人います？周りに。います、います。もうずっと言ってるの。あれハラスメントじゃない、ないですか？でも、もうほっといても言ってるし、笑わなくても、うぅぅってやんな、やってこないし。あ、はい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 。だからもう。慣れてるんですか、ね、慣れ、うん。だけど言いたいんでしょうね、思いついたから。言いたいと思う。僕も、ダジャレを言う、あの、良さっていうのが分かってて、良さっていうか気持ちよさ、はいはい。あれ本当に自分が気持ちいいくなるために言ってるだけだったと思うんですよ。僕も言えば楽しいんですよ。でもその後の凍りつく雰囲気を考えると言えなくなっちゃうんですけど、うーん、だからダジャレハラスメントって昔の僕が研究者でいた時に偉いボスでいて、はい、で、あるなんだっけ、ネズミの解剖とかするんですよ、うん、まあちょっと申し訳ないけど、うん、で、ある研究者がネズミを解剖して、で、まあ、なんだろう、ガンの末期みたいなネズミを解剖して、はい、それを研究材料に使おうとしてて、はい、そこであのそのボスが、はい、それちゃんと腹水は取ったかって、腹水が溜まるんですよ、うん、あの人間もそうですけど、うん、で、あ、すいません取ってませんと、あの忘れてましたって言ったら、その教授が腹水盆に帰らずって言って、それ悪い腹水盆に帰る単なるダジャレを言うためだけに、あ、それ言ったんですか？そう、だからこっちがぶち切れて、ダジャレやめてくださいよとか言って、うん、この人もいつもダジャレ言ってるんだけど、ダジャレが研究より優先してるっていう、うん、ダジャレ、いや面白かったんですけど、僕は聞いてて、ここでもダジャレ言ったら本物だみたいな、うん、まあ、その人でも頭はいいんですよね、そういうすぐ対応思いつく人って、ね、でも腹水って聞いた瞬間からその後の話は全く聞いてなくて、これをいつのどのタイミングで言おうかみたいな、いやでも頭は確かにその方はすごくいいですね、うん。あと、迫ってくるのコーナーと偏見のコーナーはなくて、はい、提案のコーナーもなくて、はい、ただあの偏見のコーナーが一つありました、はい、お、あ、違うか、思っちゃったんだからしょうがないのコーナーかなと言いますね、はい、思っちゃったからしょうがないっていう、はい、あの電車に乗ってて、はい、あの金髪の貧弱そうな女性が乗っていた、はい、貧弱な子、なんかすごく痩せた女性が乗ってて、はい、真っ金金な金髪なんですよ、はい、日本の人、日本の人です、はい、日本の若い女性で金髪のすごく痩せた女性を見て、はい、僕がその時にあの何々さんと勝手に心の中ですよ、見ながら、うん、何も喋ってないんですけど、あなたの考えてるゴールはどうにたどり着いてないよっていうのを言いたくなったんで
ですよ。わかります。わかります。この人はきっと違うのを目指してるだろうけど、そうそうそう、それがうまくいってなくて、それって気づいてるんですかね。それに気づいてなくて、なんかその多分なんか例えばなんだろうな、なんでしょう、金髪のそういう人は知らないけど、うん、例えばレディオガガみたいなの目指してるけど、うん、僕から見るとなんか仮装パーティーみたいな、うん、それなんかゴールと、例えばゴスロリっぽい格好してる人でも時々違う、そこに行っちゃったのみたいなのありません？うん、ありますね。そうそう、それ思っちゃったんですね。あとなんかあのバーコードハゲの人って、はい、最近見ます？最近見ます。ちょっと絶滅危惧種だと思ってるんですけど、うん、パンチパーマとバーコードハゲは多分もう今絶滅危惧種なんですよ。うん、うん、でもまあそれ置いといて、バーコードの人ってなんでバーコードになったかっていうのを考えることがありますか？あります。ありますよね。はい。どうして、抜けていって抜けていくと、うん、はい、で残っているのが、うん、もうなちょっとでも残したいじゃないですか。 それをつなげるというか、そうですよ、ね、引っ張って、はい、隠してるわけですね、はい、でも1日でハゲになるわけじゃないから、うん、最初はもう全然ちゃんと隠せてるんでしょうね。うん、そうですね。でもある時からは目立ってきちゃうわけですよ。はい。つまりその、バーコードハゲの人は、バーコードハゲのあの髪型にしたいわけじゃないわけですよ。もちろんそうです ね、はい、それもゴールが違っちゃってるわけですよ、うん、でもなくなっちゃうよりはやっぱりいいんですよね。本当多分周りはそれだったらなくした方がいいよって思うんですけど、もうね、はい、本人はやっぱ大事なんですよ。そのいやそれも違うと思うよ。そうかな、私いつもそう大事なんだろうなって思います。我々が見ているところ、見ている鏡の前の自分と違うものが見えてると僕は思うんですよ。というのも毎日徐々に変わっていくんですよ。よくあの私は見た目が若い頃あんまり変わらないんですっていう人がいるんですけど、実際にその10年前の写真とかと見て見比べると全然違うんですよ。でも毎日見てるから分かんないんですよ。分かんないんですよ。だからこのバーコードハゲの人もアハ体験で知ってます？分かんない。アハ体験って言って、そのなんだろう、あの茂木健一郎が2つぐらいの写真を見せて、一つの写真をずっと見てると、バックの、壁の、それが風景写真だとすると、空の色が青い空から夕方の赤い空に変わってても、うちは気づかないみたいなアハ体験っていうけど、気づいた瞬間に、そう、それに気づいた瞬間に、アハみたいな、ちょっと、ああ、それでアハ体験。アハみたいな、そうそう、まあ、それに似たような、このハゲアハ体験というか、気づけない、徐々に薄くなっていくもんだから、あの5年前のあの髪型をやってるつもりなんですよ、多分。そうなんですかね。私は一回、うん、マジックでその間を塗ってる人を見たんですけど。自分でってこと？そう、あの塗ってる瞬間じゃなくて、はい、駅で、うん、ラッシュでガーってあの夕方、はいはいはい、こういう時に前にいて、うんうん、もうマッキーペンの極太みたいので、うん、こうやって間を塗っている、うん、塗られた結果を見てるわけ、ね、そう、みんな気づいてるんですよ、周りが、うん、確かに、そうか、もう知らない人同士でも顔見合わせて、あの人って言っちゃうぐらいの、うん、もうこうの線ができちゃできてるんですよ。塗りつぶしではなくて。なるほど、うん、なんですけど、あ、塗りつぶしでもないんだ。塗りつぶし、髪のところがちょっとずれるとそこは肌の色だったりするんですそうな、それもそうなんです。こうやってやったっていう感じです。だからこうじゃないっていうか、それはアハ体験とまた違うからかもしれない。あ、そうですか。というのも僕自身もその人ってもう50歳ぐらいってことじゃない、わかんないんですけど、顔は見てないんですけど、僕も今45なんだけど、はい、だんだん年取ってくると、はい、だんだんどうでもよくなってくるんです、いろんなことが。うーん、だったらマジック塗らなくてもいいんじゃないかって気もするけど、なんかあと顔をなんかあのなんかこうおしぼりに拭くっていうと、おじさんのやることじゃん。いや、そうですね。ね、うん、あれは多分おじさんの境目だと思うんですけど、一回やるととんでもなく気持ちいいことに気づくわけですよ。でもいいやって。で、そうなるとじゃあどこまでその女性とか周りを気にしてるかって話になるじゃないですか。だんだんそれがどうでも、本当にいろんなことどうでもよくなってて、あの桃引きとかって、はい、おじさんが履くもんじゃないですか、はい、桃引き超気持ちいいんですよ、うん、というふうに気持ちよさに流れていた何の果てがおじさんですよね、うん、僕とかもあのおばさんとかなんかも、うん、でその黒いのも最初いいアイデアと思ったかもしれない、朝、うん、これいいじゃん、出来上がったものが、うわ、これやべ、とんでもないことになったみたいな、でも、まあいいかみたいな本人は多分、周りが気づいてるって気づいてないと思う。そうね、うん、それはすごい深い内容だと思うんですよ。でも我々もだって、うん、ね、自分たちが気づいた、うん、僕もこの今回のやつもそうかもしれないけど、うん、
前回の放送を聞くまではすごく結構いい感じで撮れたと思ってたのに、聞いてみたらすごいびっくりですよ。何を僕が言ってるか分かんない、今は分かんないかもしれないけど、自分難しいですよね。そうですね、難しいですね。そのおじさんが教えてくれますよね。そうですね、その、何ですか、そのおじさんが教えてくれます。そのおじさん、そのハゲていて黒く塗った人が我々に、はい、まあいい人ですよ、はい、我々にそういうなんだ、その人見た目、君が思ってるゴールと違うよ感を教えてくれる教訓ですよね。そうですね、うん、うちのお母さんがなんか一緒に買い物してて、うん、この靴、私がこの靴可愛いからこれにしなよとかって言うと、うん、私はその言い方は違うんですけど、そのゴールが違う人に思われたくないからそれは買えないって言うんですよ。あ、なるほどね。あ、それどういう靴？あ、なんか、うん、私から見ても私はあんまりおばさんおばさんしたものを履いてほしくないっていう気持ちがあるんです。あ、そのお母さんにね、うん、あ、そうか、お母さんが自分の靴でそう、私が勧めた靴をはいはいはい、そのなんか履きたくない、履きたくない、それは履きたくない、うん、もうちょっとおばさんっぽいのがいいって言ったりするんです。で、母曰くたまに後ろから見たらすっごい若いのに、うん、前髪も長くて、はいはいはい、前見たら、うん、全然年齢が違う人ってたまにいるんですけど、はいはい、ね、そういうのを見たりして、なんかああいうの、そう、ああいうのは自分はやっぱり自分の年齢相応の格好だったり、人から見られておかしくないのを着たいみたいな。そうね、うん、そういうのあるわ、うん、なんかあの仕事で、よく女性で僕と一緒に仕事をする人でありがちなのが、はい、私は例えば50歳ぐらいだけど30代ぐらいで見られますって売ってる人がいるんですよ、うん、ね、何人かいるんですけど、はい、で僕この仕事を始めて10年ぐらいになるんで、その人たちもやっぱり年を取っていくんですよ、うん、そうするともはや限界を過ぎてる人が現れ始めるんですよ、うん、芸能人でもいますけど、まあまあパッと浮かんだけどやめとこう、うんうん、それ難しいよね、うん、だって今年からやめるっていうことにもいかないというか、分かんないというか、うん、うん、そうですね。でもなんかああいうのって、うん、そのこのさっきの金髪の、うんうん、まあ金髪の貧弱な方がそうなのか、うん、あの髪を塗る人がそうなのかわからないですけど、うん、その客観的な目っていうか、うん、客観的な目ね、うん、がやはりなんか大切というか、うん、あとむしろ分かっててやってる人もいるからね。ああそうですかね、うん、そう、分かっててやっているんだったら私はあのその応援します。いいす、ね、はい、分かってるマジックで、はい、そう、応援しますやっぱ大事なんだなって思う。そうね、うん、ある女性ファッション誌で、モード系の女性ファッション誌の、はい、人がいて、うん、その人結婚したい結婚したいって僕に言ってきたんですけど、うん、そのためそのファッションやめた方がいいって僕が言ったんですよね、うん、というのもモード系は、うん、婚活市場ではあまり人気がないのでやめた方がいいと、うん、そしたらこのファッションやめるぐらいだったら死にますって言ったんですよ。やっぱそのファッション雑誌の、そうそうそう、すごい、じゃあしょうがないと思いましたけどねそういうことですよね。うん、次いきますか。はい、あと1個で終わりじゃないんですけど、はい、子どもの頃の思い出っていうのがあって、はい、ここで僕その僕と愛さんは世代が違うんですけど、はい、衝撃を受けた事件っていろいろあると思うんですよね、はい、で僕が衝撃を受けたものをいくつか挙げるんで、はい、もし愛さんもあれば教えてほしいんですけど、はい、僕がまず衝撃を受けたのがホカホカ弁当っていう、はい、知ってますか、ホカホカ弁当。わかります。今だったらなんとかなホットモットとかホットモットだと思うんですけど、はい、僕は高校生の時にホカホカ弁当が できたんですよね、はい、で近くにホカホカ弁当が現れたんですよ。でそれまで弁当はもう冷たいものなんですよ、だって家で作って持ってくものなんで。それがホッカホカ弁当ってと思ったんですよ、うんうんうん、で食べたらホッカホカなんですよね、うんうんうん、でしかも安いんですよね、うんうん、それが1個目で、うんうん、3つぐらい言いますけど、うんうん、2つ目が吉野家の牛丼なんですよ、ね、あの衝撃、牛丼ってすごく高いものだったんですよ、うん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 、絶対食べれないものだったんですよ、うんうん、それが380円でしかもめちゃくちゃうまいんですよ。その当時大学生でもう先輩に連れられてしょっちゅう吉野家に行ってたんですよ、うん、このうまさなんだみたいな、へえ、それはないですよね。あとあのコンビニが僕は大学に行き始めたもの